ってきました。はい、そうですね。なんかここの近くにお祭りみたいな屋台とかいっぱいあったね。ビール祭りね。楽しそうやった。人かったね。めっちゃ人多くてびっくりした。はい、ということで皆様ビール祭り、私たち飲めないんですけど行ってみてください。はい、ということでここでメンバー紹介したいと思います。はい、中学2年生ブルー田中彩香です。よろしくお願いします。彩香。はい、中学3年生ピンク担当さきです。よろしくお願いします。さき、高校1年生グリーン担当リーダーのゆうあです。よろしくお願いします。ゆうあ。はい、中学2年生パープル担当あいなです。よろしくお願いします。あいな、あいながいっちゃんかわいいよ。ありがとう。はい、それでは続いての曲聴いてください。チャンバラバンバ。
知らない人の方が多いですね。説明しよう。説明してください。マキオのスペルは SPADIO。 これって前から読むとスパイコール温泉、後ろから読むと OITA イコール大分。温泉大分の意味になって、温泉系大分を全国に PR する名前になっています。はい、ということで、あの大分はいろんなね、おいしいものとかたくさんあるね。あるね。何があるかな。鶏天鶏天とか唐揚げ。唐揚げ、美味しいよね。うさ唐揚げ、中津唐揚げ、どっちもあるね。うん、多分。あとひた焼きそばも美味しい。うん、あるある。ひた焼きそばで、大分といったらあの別府とか、あ、温泉とかね。で、時刻巡りとか楽しくない？楽しい。で、あとは自分で蒸したりするよね。多分。あ、そう、蒸して食べれたり、なんか美味しいものとか、なんか旅行をするの結構いいので、皆さんぜひ来てください。待ってます。はい、ここでですね、スパティオラスト1曲になってしまいました。今来たわかりということで、皆さんまず盛り上がっていきますか。ちょっと小さい。あ、ちっちゃかった。ちっちゃい。それでは皆さん、ラスト全力で盛り上がっていきますか。それではラスト1曲聴いてください。Yeah.
ということなので、皆さんぜひ物販に来てください。よろしくお願いします。お願いします。以上、こちらでした。ありがとうございます。